日本鹿児島県薩摩仙台市、向田本町向田本町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市、向田本町。郵便番号は895-0021。人口は240人、世帯数は122世帯。向田本町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土側の西部。 薩摩川内市街地の中央部に位置している。麻生駅の北方には川内川が東西に流れており、それを境に大正路町、南方には東向田町、西方には西向田町、東海門町、東方には川内川、支流春田川を境に白和町、横浜町にそれぞれ接している。麻生駅の中央部を向かいだ本町の名称の由来となる、 薩摩仙大市道、向田通り線が南北に通っている。この通りの沿線には中町、十文字、下町の三商店街が連なっている。また、中央部で鹿児島県道394号山崎、川内線と交差している。向田本町という町名のうち、向田は1965年に分割される以前に属していた向田町の向田、本町は、 区域内を南北に通る本町通りに由来している。江戸時代頃より、向かいだ本町の区域は開けており、藩政時代は、地頭刈り屋や別当館が置かれていたことから、川内地方の中心地になっていた。また、川内川にあった河口と東口は、物資の集散所となっていた。明治10年頃までは、付近は東出村に含まれていたが、 明治10年頃に東出村より向田町として分立した。1889年に町村制が施行されたのに伴い、向田町は再び東出に編入され、熊野城村の大技東出の区域となった。向田町はその後東出の区域に含まれ、熊野城村は1929年に平助村と東水引村と合併し、川内町となった。 その後1940年に川内町が市政施行し川内市となったのと同時に大浅東でから分割され再び向田町が設置された。1965年4月1日に向田町の一部の区域において住居表示に関する法律に基づきが区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で町名。 地番の変更が行われ、川内市、向田町の一部より分割され、川内市の町名、向田本町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、 法廷合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。内には、 鉄道は通っていない。最寄り駅は川内駅である。ありがとうございます。